ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえねえ、昨日映画館に行ったんだけど内容がひどかったのよ。そうなのか？そこまで言うのはよっぽどだな。だってたくさん広告流していたからすごく期待していったのよ。そうしたらストーリーもなんだかグダグダだったのよね。そうだったのか。でもすごくレビューはいいのよ。なんでなのかしら？確かに昔から過大評価された映画はたくさんあるからな。それじゃあ今回は、過大評価されている映画4選をゆっくり解説していくぞ。お願いするわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。一つ目は、英国王のスピーチだな。これは吃音症が原因でスピーチができない英国王の話だぜ。ふむふむ、話だけ聞くとなんだか重そうなストーリーね。ああ、イギリス国王のジョージ6世が主役で、言語療法士のローグと吃音症を克服するんだぜ。そうなの？それって感動する話だと思うけど、ストーリーの結末は確かに感動するものだし、感動した、泣けてしまったとレビューも高いんだぜ。ええ？それなのにどうして？実はストーリーの結末が大体わかっているために、終盤盛り上がるまでが長すぎてそれが評価を下げているんだぞ。そんなに長いのね。ジョージ6世は実在の人物で吃音症だったことも実はなんだ。それを言語療法士と一緒に二人三脚で克服したのも記録に残っているぜ。へえ、本当の話だったのね。ああ、だからこそ視聴者からすると映画の結末がわかってしまっているんだぜ。見る前にジョージ6世のことを調べたら出てきてしまうからな。そっか、ネタバレも何もないわね。そうだぜ、だからこの映画の最初は、かなりじっくりと人物像を掘り下げていくから間延びしてしまっているんだぞ。それで評価が低い部分もあるのね。それに歴史映画として、ちょっと難しすぎるのもあるな。イギリスは歴史の長い国だから、国王や王族関係者が多いんだぜ。確かに南西って言い方をするし、なんだかよくわからなくなるわ。世界史の授業を思い出すとエリザベスだけでも数人いるからな。人物相関図でもない限り映画の中だけではわからないんだぜ。そうねえ、ちょっと混乱するかも。だから途中で誰の話をしているのかわからなくなってしまうんだぜ。後でパンフレットを読まないとかなりわかりにくいかもな。確かにそれはそうだわ。この映画では最後に吃音症を克服した国王が、国民から大喝采を浴びるんだが、その感動で乗り切っている節があるという声もある。ちょっと無理やり感があるわね。だからイギリス王室の人間関係や相関図がわからなくて、途中からストーリーについていけなくなった人からすると、最後にいきなりジョージ6世がスピーチを克服したように見えるぜ。せっかくの感動シーンなのに感情移入できないわね。それに吃音症を克服するトレーニングは、筋トレと違ってスピーチ練習だから、どれだけ努力しているかが、映像からだとなかなかわかりづらくて、感情移入が難しいところもあるんだぞ。確かに汗水垂らしているわけではないしね。ああ、プロモーションはテレビなどでも予告をたくさん流していたから、ストーリーの背景をあまり知らないで見に来た人にとっては、物語に没入するのが難しい作品かもしれないな。一回では理解できないかもしれないわね。二つ目はガンジーだな。タイトルの通りインドのガンジーを取り上げた映画だぜ。世界史でもよく聞く名前ね。歴史的な背景を丁寧に紐解き、史実に忠実に再現していることや、当時の衣装にもこだわっていることが評価されている映画なんだぞ。衣装にまで？それはすごいわね。ただしこの映画がすごいだけの映画とは言えない理由もあるぜ。何よりこの映画はとんでもなく長いんだぞ。え？そんなに長いの？ああ、上映時間は3時間11分とかなりのロング上映だぜ。これは気軽に見るにはヘビーだし内容も3時間は集中できないかもな。そうかしら？ 3 時間でも内容が面白かったら楽しめそうだけど。いや、その逆だぜ。むしろ3時間楽しませるような、ハリウッド映画的なアクションはほぼないと言っていいからな。それに普通の映画はだいたい2時間だし、それを考えるとかなり長いぜ。それって結構退屈かも？そうだな、ガンジーの生い立ちや命を落とすまでが描かれていて、エンターテイメント要素が盛りだくさんというわけではないんだぜ。それで3時間はきついかも。それに実在の人物や歴史を紐解く映画だったら、大体その人物を掘り下げる紹介があるはずだけど、この映画にはないぜ。え？説明もなしなの？だからマハトマ・ガンジーについてほとんど知らない人にとっては、何が何だかわからないし、知らない人の伝記を読むようなものだな。それはかなり苦痛ね。知らずに見たとしてもそもそも3時間が長すぎるし、しっかり見ようと思っても3時間の内容は覚えていられないぜ。
そうねえ、3時間の長さはハリウッド映画でもきついわ。まあでも、主役のベン・キングズレイの役作りはすごいと評価されているからな。ガンジーがしていた断食も再現して徹底的に体を作り込んだんだぜ。ええ、それはすごいわね。だから俳優の体作りや役になりきる精神力は、確かに評価されていい映画だったと言えるかもしれないな。確かにその部分はマリサの言う通りだわ。三つ目はフォレスト・ガンプ、一期一会だな。知的障害を持った純粋で素直な青年ガンプが、懸命に人生を駆け抜ける姿を描いた映画だぜ。これもストーリーは心温まるものなんじゃないかしら？確かにハートフルストーリーではあるぜ。やっぱり何か問題があるのね。ああ、主人公のフォレスト・ガンプが障害を持っている設定だから、自分自身や今起きていることについての心理的描写が少ないんだぜ。物語を読み解く力が必要そうね。そうだな、だからフォレストがどうしてその決断をしたのか、なぜこのような事態になったのか、を理解するのが難しい作品でもあるんだぞ。そっか、それだとただエンタメを楽しみたい人には向かないかもね。しかも上映時間は142分と2時間超えの大作なんだぜ。だから今何が起きているのかついていけてないと話を理解できないかもな。なるほど、そういうことだったのね。それに主人公フォレストは徴兵されて、アメリカの最高位の勲章である名誉勲章をもらったり、その結果大統領に謁見までできたりとまるでヒーローのように見えるが、実は政府や政治家などの権力者にとっては都合がいいように描かれているんだぞ。え？そうなの？ああ、フォレストは辛いいじめや戦いのピンチにおいては、持ち前の足の速さでいつも逃げ切って困難を切り抜けているんだ。すごいことじゃない。だが一方で徴兵やうさんくさい権力者からは一切逃げようとしないんだぜ。それは権力者が知的障害者を完全に見下して、都合よく利用していると思われても仕方ないわね。それからフォレスト・ガンプがただ純粋で素直な青年というわけでなく、その活躍自体がちょっと現実味がないこともあるぞ。どういうことなの？もともと歩行器が必要なくらい足が悪かったのに、いきなり足が治ってなんとアメフトの全米代表になったんだぜ。ええ？それって現実味がないわね。さらには暇つぶしでやってみた卓球の才能が開花して、あれよあれよという間に世界大会に出ることになったりな。それはスケールが大きすぎるわ。だからハートフルな作品ではあるけれど、ちょっと内容についていくのが、難しい作品とも言えるから手放しで評価はできないと思うんだぜ。確かにその通りね。四つ目は、恋に落ちたシェイクスピアだな。これは劇団四季でも舞台化されている有名な映画の一つだぜ。そうなの？それなら評価も高いんじゃないかしら？この映画は実在したシェイクスピアと彼が書いたロミオとジュリエットが、入り混じる形でストーリーが構成されていくんだぜ。へぇ、そんな話なのね。だからシーンが変わると現実のシェイクスピアサイドになるし、また別のシーンではロミオとジュリエットになるんだぞ。それはわかりにくいかも。それにシェイクスピア作品のセリフの言い回しは独特だからな。ストーリーが進むにつれてなんだかよくわからないとなってしまうぜ。ああ、確かに芝居が勝っているものね。だからどこまでがフィクションでどこまでがノンフィクションなのか、どんどんわかりにくくなっていて観客も置いてきぼりになったそうだな。そうねえ、セリフって重要だし、もちろん、それだけだったらまだなんとか見続ければ理解できるけど、何よりストーリーの内容がかなり薄かったことも評価の一つだぜ。え？そんなに薄いものなの？ああ、実はこの映画は18歳以下の視聴制限があるわけでもないが、ラブロマンスというだけあってとにかくラブシーンが多いんだぜ。うわぁ、それはちょっと気まずいかも。だからセリフ回しが難しくてじっくり見ようと思っても、ラブシーンばかりで集中できず気がついたら話が進んでいたって感じだな。確かに集中して見るのは恥ずかしいかもね。しかもそれだけだったらまだ良かったんだけど、この映画はとにかく評価が高すぎてそれが違和感だと言われていたんだぜ。え？どんな評価だったの？第71回アカデミー賞で作品賞、脚本賞、主演女優賞、助演女優賞、音楽賞、美術賞、衣装デザイン賞と7部門も受賞したんだぞ。ええ？それは多すぎない？それだけじゃないぜ。同じアカデミー賞でも、監督賞、助演男優賞、撮影賞、メイクアップ賞、音響賞、編集賞にもノミネートされていたんだぞ。それってこの映画が、その年のアカデミー賞の様々な部門をほぼ独占しているじゃない。それにゴールデングローブ賞でもミュージカルコメディ部門の作品賞、ミュージカルコメディ部門の主演女優賞、脚本賞まで取っているからな。ここまで総なめにしているとちょっと評価を疑っちゃうわね。
そうだな、だからここまで評価が高すぎていることも、過大評価されすぎなんじゃないかと批判されていることもあるぜ。確かにこれはそうね。それにこの映画が過大評価されていると言われていたのは、同年のアカデミー賞の受賞を逃した別作品の出来が良かったからでもあるぜ。え？なになに？スティーブン・スピルバーグ監督のプライベート・ライアンだぜ。第二次世界大戦のノルマンディー上陸作戦を映画で描いた作品だな。これも興味深いわね。ああ、実は興行収入ではプライベート・ライアンは、恋に落ちたシェイクスピアの5倍の数値を叩き出しているんだぜ。ええー？ 5倍？そうだぜ、観客を楽しませて観客から評価されたのが興行収入だからな。だからその意味で言えば、恋に落ちたシェイクスピアは、かなり差をつけられているんだぞ。確かにここまで差がつくのはすごいわね。それにプライベート・ライアンは恋に落ちたシェイクスピアが、アカデミー賞を総なめにしたから結局どの部門でも受賞はできなかったんだぜ。ノミネートだけで言えば、11部門もの賞に選出されていたけどな。ちなみに恋に落ちたシェイクスピアはトータル13部門でのノミネートだったぜ。何かしらの忖度があったように思ったり思わなかったり。確かにシェイクスピアが生きた時代の衣装やセットへのこだわりはすごいし、その時代のファッションが好きな人ならこのためだけに見ても飽きないほどだぜ。だからといって13部門ノミネートはあからさまね。ああ、だからこの映画の評価としてはいい作品だったとしても、恋に落ちたシェイクスピアに賞を取らせたいのが見えすぎてしまってたな。確かにそれはそうね。今回は過大評価されている映画を4つ紹介したけどどうだった？評価が高いと言われていても実際に見てみると少し違うものもあるぜ。そうね、確かにネットで言われている評価とはまた違ったものも多いわ。そうだな、だからネットで評判とか有名な賞を取ったからといって、それが全て名作の映画とはもちろん限らないからな。確かにそれはその通りね。自分で実際に見て自分で名作かどうか判断してほしいぜ。そうすると自分のお気に入りの作品が見つかるかもしれないぞ。それは楽しみだわ。それじゃあ今回はこの辺で、ご視聴いただきありがとうございました。